伊豆・ミトシー・パラダイスは、静岡県沼津市にある水族館。西部グループの伊豆箱根鉄道が運営している。1930年に中野島水族館として開業した。1941年にミト天然水族館に改称。1977年に、現在の伊豆・ミトシー・パラダイスとなった。2015年現在、日本で2番目に、 歴史の長い水族館である。日本で初めてバンドウイルカ野生打ち、ラッコの飼育を行ったことで知られる。ラッコに関しては日本で初めて繁殖に成功し、1985年に日本動物園水族館協会の繁殖賞を受賞した。イルカ賞も有名であり、イルカの海でバンドウイルカカマイルカオキゴンドウによる賞が行われた。あと、隣接の怪獣の広場で、 カリフォルニアアシカとドカマイルカによるショーがオムニバス形式で行われている。ゴムボートでもイルカと触れ合える。1972年から水産庁のオットセイ飼育研究試験場を受託しており、園内のオットセイ研究飼育者で北オットセイを窓越しで見ることができるが、彼らの名前は投資番号である。古くから生打ちも飼育されており、2005年頃までは入り口に、 生打ちの模型が置かれていた。しかし2003年頃までに飼育されていた生打ちが死亡したため、2004年にメスの2頭、シルク、スノート2006年に1頭搬入されている。繁忙期を除いて無料で移動水族館を実施している。ジンベエザメやミンククジラの飼育もかつて手掛け、世界的にも貴重な実績を残している。過去にシャチも計3頭を飼育されていた。 最初のシャチは、紀伊半島沖で1986年に捕獲したが、1988年に死亡となり、1995年に、ヤマトが外国の水族館から搬入され、1997年には、アスカが紀伊半島沖で捕獲され搬入された。しかし2000年10月に大和が、ヤマトが2007年9月19日にはアスカが死亡したため、 アスカ死亡の時点で日本でシャチが飼育されているのはカモガワシーワールドとタイジチョウリツクジラの博物館のみとなった。死因については小さな異物を誤飲したものが肺に止まったことで吸引性肺炎を発症し、それに伴う免疫低下の合併症による肺血症であると同年12月にプレスリリースで公表されている。近隣の淡島マリンパークなどでも過去に イルカが駿河湾内に漂着してい遺異物を誤飲して死亡した事例がある。マスコットキャラクターは内土。2014年春に近隣のルマズ市立内浦小学校の校内学習での提案がきっかけで誕生した。道園で飼育されている生内がモデルで名前の由来は道園がある内浦の内と地元の方言で自分たちを意味する内土と生内の 内ちをかけている。着ぐるみも制作されており、園内のみならず各種イベントにも出張を行っている。昭和40年代より園内と沼津交換の航路が、伊豆箱根鉄道により設けられ、近隣の淡島や西の浦湾の長い先を周遊する、水戸湾内巡りとして運行されていた。2002年までに、同社の西伊豆航路は全廃されたため、水戸湾周遊航路を管轄する水戸船舶営業所は、 同社唯一の海上船舶事業となっていたが、2016年4月運行を終了した。1985年に26代目の竜宮丸が浸水し、2008年初夏まで収益した。1998年夏季シーズン期までは、園内と沼津交換を定期運行していたが廃止され、それ以降は、水戸湾内巡りとして運行されていた。 1999年から2005年3月までの6年余りに渡って長い先に接岸していたフローティングレストランスカンジナビアに寄港する経路であったがスカンジナビア営業終了に伴いルートを変更し当初の周遊航路となっている退役後は西伊豆航路のコバルトアローと同様に海外へ売却された2008年7月19日からリュウグウマルに変わり中型船 チャッピーが、ミ戸ワン内巡りに就航した。1995年に建造され、近鉄島観光機船の、鳥羽湾巡りに使われていた船体、チャッピーを購入したものである。外観は、鳥羽湾巡り時代と全く同一である。2014年12月1日から2015年3月31日の運休期間を経た後、2016年4月16日をもって運航を終了した。 運行終了後のチャッピーはハウステンボスが所有しており、2016年7月16日より、フリッパーという新しい名で大村湾の遊覧クルーズ船として運行されている。伊豆、ミトシーパラダイスは、西部グループの企業である伊豆箱根鉄道の運営のため、系列水族館のポスターを相互に掲示しており、年間パスポート所有者は横浜。 八景島シーパラダイスと箱根園水族館で入園などの割引を受けることができる。横浜、八景島シーパラダイス1993年4月の八景島シーパラダイスのオープン時に花言堂のスバルが移転した。箱根園水族館海水館で使われる海水は、毎日当園で組み上げたものを1日2回、専用タンクローリーを使用して輸送されている。 アクアパーク品川1994年に、当園で孵化した、ケープペンギンが飼育されている。シャチのアスカと飼育員イズ、ミトシーパラダイスで飼育している、主な生き物と、その展示場所は、以下の通り。なお、は、動物取扱業者、登録2月28日による。イルカの海半導イルカ、オキゴンドウラッコン、ラッコ王様ペンギン、岩飛ペンギン海獣の広場カリフォルニアアアシカ、 とど、カマイルカシャチメモリアルプールシャチバイ店内で、シャチ、アスカメモリアルコーナーが設置され、写真が展示されている。怪獣の国アザラシ、オタリア、セイウチオットセイの海、北オットセイ、ゴマフアザラシ魚の国40トン水槽で、駿河湾の約400種の魚介を飼育ケープペンギン、フンボルトペンギン、チリーフラミンゴアオウミガメ、アカウミガメ。 abcdefghijklmn 大鈴木克美静岡県における水族館の歴史と将来展望東海大学博物館研究報告海人自然大5号、2003年3月12から24ページ2016年5月4日閲覧1中島水族館資料によって中島水族館中島水族館 中野島水族館などの表記も見られる。中野島水族館時代から、水戸水族館と、通称されていた。AB、マリンピア松島水族館の外略詞。2007年12月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月23日閲覧。ウジンギは、1930から50年代における、日本の水族館でのゲール飼育。 博物館学雑誌第40巻第2号2015年4月147から154ページネイド400億2050万68132016年5月4日閲覧シャチ アスカのシーンについて h t t p <ッ> w w w i z u h a k o n e c o j p p ラ r e s p d f 2 0 0 7, 7. 1 2 0 7 p d f 2 0 1 0年5月24日閲覧。有化証券報告書。伊豆八ッ根鉄道株式会社。p18。2016年4月23日閲覧。 水戸案内巡り遊覧船、チャッピーの運休について。伊豆、ミトシーパラダイス支配人、上田幸弘。2016年4月23日閲覧。AB ・水戸案内巡り遊覧船、チャッピー運行終了のお知らせ。伊豆、ミトシーパラダイスウェブサイト。 http://www.izuhakone.co.jp:/seaparra:/info:/7295/2016 <ッ>年4月23日閲覧大村安んランクルーズミル遊ぶ体験するハウステンボスリゾート2016年7月16日閲覧 ケープペンギンの赤ちゃん元気に育っています。かわいい姿をご覧ください。お父さんも13年前に、当館で誕生しました。2010年5月24日閲覧。AB、新しい西部グループの一員として、イズ・ミトシーパラダイスウェブサイト。2016年4月23日閲覧。展望レストランカモメ営業終了のお知らせ、イズ・ミトシーパラダイスウェブサイト。 http://www.izu-jakone.co.jp:/seapar-a:/info:/9142/2016 年4月23日閲覧ケープペンギンのヒナが生まれました。伊豆ミトシーパラダイスウェブサイト http://www.izuhakone.co.jp:/seaparanews2016114pdf2016 年4月23日閲覧動物取扱業者登録簿2010年5月24日閲覧小チームブログ大スターブルートありがとう 2010年5月24日閲覧。2010.0409落語。空の死亡について。2010年5月24日閲覧。ありがとうございます。